何店舗目だ、もう最後の和菓子マジできついんですよ。開けてないやつあと2本あれ目線その茶番は何のためにしたの今はい、お久しぶりのコラボです。久々っすね、うん、よくわかんねえ海でよくわかんねえことしてて以来ですね。俺は年末のまとめ的なやつを取ってくれと、はい、依頼をされてここに来たわけよ。なるほどなるほど、それは知ってます、はい、だ今回は俺が倉持くんにおすすめこのチャンネルで行ったお店ベスト3、うん、倉持くんが俺におすすめこのチャンネルで行ったお店ベスト3、うん、をそれぞれ紹介。うん、えカメラ気にしてる？その正直全部いいお店です。本当にとても皆さん美味しいですし、人気のあるお店に取材させていただいてますし、単純にベスト3つけるだけだとあれかなと。なんで今回はお互いにおすすめしたいベスト3で、僕からすると村本さんにおすすめしたい3つ。さっき言ったじゃん。言ってました。じゃあ倉持くんの俺におすすめ第3位はででん、天翔さん。おー、理由はなんかこう武骨な感じ、なんかじゃあ肩肘張って食べるっていう感じじゃなく、本当に美味しいお酒をなんか常連さんと和気あいあい楽しみながら食べれるという感じなんで、まあ単純に僕がすごく楽しかったっていうのもありますけど、そういう雰囲気はすごく良かったなと。なんでなんか村本さんに合いそうな気はしますよ。うん、俺ああいうとこ大好き。ホッピーさん、ホッピー飲んでる率が高かったんで、ホッピー飲んでる率が高いお店ってこれはもういいお店なんですよ。もうだってそういうもんでしょまとまってるようでまとまってるでは村本さんおすすめしたい第3位のお店どこですか？トリップトリップさん、あの隠れ家すぎるカフェみたいな感じの動画で上がってたと思って、はいはい、あのね、もともとブックカフェなんだよ。おお、なるほど。もともとブックカフェで倉持くんライターで本読むの好きっていうから好きですね。ブックカフェなんだけど、あの旅行系とか地方とかの旅行用のいろんな知識が詰まってるような本が集まってるカフェで、結構落ち着いてお茶もできるんだけどしっかり酒も飲める。あ、いいっすね。カフェだけどお酒充実してるカフェっていいっすよね。そうそうそう。あとよく僕がちゃんと本好きってこと知ってましたね。僕は本好きなんで。でもそれ楽しそうだな。あ、さっき聞いたか。じゃあ倉持くんが俺におすすめするお店第2位はででん、決まってたんじゃないの？ OK、 2位、はい、ルーフトップさん。ああ、ハンバーガーっすね。ああ、そこうまそうだったな。あれね、ほんと美味しかったっすよ。別にあれお酒じゃなくてもいいと思うんですよ、まあ、がっつりランチですけどね、あれ食べたら多分夜ご飯いらなくなるんですけど、すごいダンがもうハンバーガーダンがすごいスモーキーな、だからもう1回と2回を分けてこう食べていくっていう感じになる。1回2回っていう概念何？2回食べてるとき1回は顎についてますから。とにかくがっつりしてる。だから小食な人とかだとちょっとお腹いっぱいになっちゃうかなっていう感じなんですけど、なんか村本さんぐらいこうがっちりしてて大食感な人にこそもうちゃんと全部バクッと味わってほしい。あそこはすっげえうまそうだったな、うん、行ってみます。なんか行ってみるそうですじゃあ倉持くん、はい、ある俺に対してのおすすめナンバーワンは